ウェストカー・パピルスウェストカー・パピルスはエジプト中央国時代にパピルスに書かれた文献。パピルスの名前は所有していたイギリス人の名に由来している。ウェストカー・パピルスの現存する資料は12本の巻物からなる。ミリアム・リッシュトハイムは文書の年代をヒクソス時代と推定している。しかし、物語は中央国時代の一時期に創作されたとも、 公王国時代から交渉で伝えられていたものが、中王国時代に、パピルスに書き記されたとも考えられている。文献の主人公は、ギザの大ピラミッドを建設したことで知られる、クフ王で、王が9人の息子たちから話を聞くという構成で、あるが、最後の3人の話だけしか残されていない。息子の一人が語った物語は、ネブカ王の時代が舞台で、神、 二葉の神殿で神官を務める魔術師が妻と不倫をした男にワニを差し向けて湖に沈めてしまう。もう一人の物語はスネフェル王の時代が舞台で神官である魔術師が魔法を用いて池の底に落ちた耳飾りを取り戻す。最も年少の息子ジェレフ・ホルはスネフェル王のピラミッドの墓守ジェディオキマはトート神の知恵を知っていると言い出し、 このジェディを連れてくる。110歳だというジェディは、クフ王の前で魔法を使い、クフ王を信用させた。ジェディは、クフ王が知りたがっていた、トート神の秘密の聖書の部屋の数自体は知らないが、それがわかる文書のありかは知っていると言った。そしてその神の知恵を開くのは、ヘリオポリスのラー神官の三人の息子の長男であるとも。クフ王にとっては、 王権をその生まれてもいない子に奪われるのは受け入れがたいが、その子が王になるのは三大語だと教えられる。最後の物語はそれまでの形式からがらりと変わり、主眼は三人の息子を誕生させるレドジェデトへ移る。彼女の子供たちが生まれる日、ラーはイシス、ネフティス、メスケネト、ヘケトそしてクヌムに対し、レドジェデトを助けるように命じる。 医師すらは演奏家に変装し、南山に際して、レドジェデトを手伝うために、彼女の家に急ぐ。三人の子供たちは生まれたが、それぞれが強くて健康であること。その手足は、金で覆われ、ラピスラズリの頭飾りをつけていることが説明される。その後、レドジェデトの女中を務める、使用人は、女主人と議論し、オーダーを受けて逃げる。そして、何があったかを、 工夫をに話すと決める。しかし彼女は途中で兄に会い、彼に一部始終を話す。不愉快に思った兄も、また、彼女を叩く。そして彼は、水際の小道まで、彼女を送ったが、その場所で、ワニが彼女を捕らえることになる。続いて、兄は、レドジェデトに会いに行ったが、レドジェデトは、少女を失ったことを嘆いている。 兄は怒ったことを告白し始め、そしてその場面でパピルスは終わる。パピルスの失われた続きでは、クフ王の第四王朝から第五王朝への政権交代を描いていただろうと考えられている。ありがとうございます。